さあ皆さんこんにちは。今日は2021年8月6日の金曜日でございますね。もうお盆休みはもうね、もう一息という方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。それか今日が仕事納めというかね、今日が盆休みの最後の出勤という方もいらっしゃるかもしれません。さあそんなところでね、私立特急な今日は南陸編成でスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。1号についてはこの編成でいつもと変わらずこの編成で金閣浦へ向かっていっております。さあ来週からねお盆が始まりますのでね、何期にしても81号、83号、82号、84号というね、増発および増結が期待されております。さあ今日のね車両区いろいろね、あのキハ85系がね揃っておりまして、今後ねお盆休みのに備えてどういう風に編成が組まれているのかなっていうところが気になるところでございますね。できる限り撮影をしていきますのでよろしくお願いいたします。さあ、本日はキハ75系のおかげでせいでということでしょうかね。キハ7号全く見えません。今日の南紀3号でございますね。はい、キハ75の右側に見えるのがキハ7号でございます。こちらキハ5号でございますね。8号車の、ツラ面をちょっと撮影する時間がなくてということですね。撮影できずというわけではございませんね。最後にできなかったのが撮影できず、今回は、最初にやらなかったものですが撮影せずにということでございますね。はい、ここはもうスマートフォンでさっさっさっとねちょっと撮影をしていきました。こちらの方が結構ね、早くね、できるということでございます。そのおかげでですね、このね、キハ5号の出発シーンがちょっと撮影ができましたね。はい、今日のね、運転手さんは、あの辺りでね、軽くちょっと鳴らしていただいて、私もちょっとずっと済んだのかなって感じでございます。さあ、キハ5号、キハグルーカワイが出発しました。その後は、南紀2号ですね、名古屋駅、到着を待ちましょう。おっと、その前に忘れておりました。シナの7号ですね、10時発、これね、なんで撮ったかというとですね、シナの7号の10時発でございますね。今停車駅が出てきました。さあ次に出てきますのが、南高車ということでね、優先席9号車、10号車ということでね、まあ、10時発の長野ね、雪のシナの号が10両編成ということでございますね。ちょっとね、久しぶりに、珍しかったのでね、10両編成あったんですが、ちょっとね、久しぶりに、ね、間近で見ました。しかも編成が A1 と A101 編成ということでね、ちょっと1番が並んでおります。後ろね、ちょっとパッと南紀号が見えたの分かりましたでしょうかね。シナノ号のウィンドウに映りました。入ってきておりましたのでね、南紀号、これ2号でございます。名古屋駅の車両を撮っておりました。さあ、そしてね、今日はね、この後に夕方名古屋車両区を撮りました。名古屋駅行く用事があったので、撮りましたということでございます。だいぶ組み替えが行われているかな、お盆に向けての増結とかね、臨時列車の関係で、だいぶやってると思います。さあそんなところで動画終了でございます。最後に南紀3号が撮ってありますが、明日の南紀3号ですね、ちょっと驚きがありますのでぜひともご視聴ください。それではさよなら、また明日も撮ってまいりますのでぜひともご視聴ください。チャンネル登録まだまだぜひともお願いします。それではさよなら。